高らかに鳴らされました。トロピカルショートタイツのエーゲン・ハルカ、気合だけは入っております。意思健康策と報じております。エーゲン・ハルカです。さあ三方にガッツポーズ、そして残る一方には向かう勇気はあるんでしょうか。ブッチャーが入ってまいります。あ、ブッチャーがエーゲンの代わりにお客さんを鼓舞いたしました。そしてカンフー殺法、手刀が空を切ります。さあそしてエーゲンが、おトップロープであります。ちょっと無理をしました。エーゲン・ハルカ49歳。さあならばジャイアント馬場トップロープに登れるか。そしてアブドラ・ブッチャー、まだ6選手誰も相まみえておりません。ゴンが流れてから随分と時間は流れておりますが、まだお互い肌を交えておりません。泉田龍角です。泉田龍角とどうやらアブドラ・ブッチャーによってこの一戦戦いの火蓋が切られようとしております。さあお互い蹴り始めた。お早くも地獄突きです。さあ自軍のコーナーに詰め寄ってラッシャー木村につなぎます。さあ一つ手につばをいたしましたラッシャー木村。さあ自慢の蹴りを見せようというんでしょう泉田龍角。この泉田龍角、このシリーズスーパーパワーシリーズ6月4日小山大会におきましてはアジアタック選手権試合、チャレンジャーとしての選手権試合がありました。 STF に入りました。そのアジアタック選手権試合、非常に内容は高く評価されるチャレンジャーチームでありました。その自信が今日もこのリングの中に溢れております。泉田龍角デビュー丸3年の泉田からデビュー29年目のエーゲン・ハルカ、タッチが行われました。さあ辺りを意識しながら小走りに、そして時折馬場あるいはブッチャーを気にしております。さあジャーマンスープレックスホールドに行くんでしょうか。バックを取り返しました。とりあえずロープブレイクです。相変わらず老快なプレーを見せますエーゲン・ハルカ。ピンクの肘当てカラフルなショートタイツ、エーゲン・ハルカ組み合いました。自軍のコーナーに詰め寄っていいポジショニングです。淵正信入ります。白い肌の淵正信がすでに好調しているラッシャー木村の顔面に蹴りを見舞います。そして固い頭には自信があります泉田龍角がエプロンサイドから続きを見舞いました。さあ前ジュニアヘビー級チャンピオンの淵正信です。早いものでどこの独身の淵正信の41歳迎えております。第10代のジュニアヘビー級チャンピオンとして V14 を達成しております。まあ、当時3年7ヶ月にわたるという長期政権を樹立いたしましたこの淵正信であります。今日は悪役紹介の一メンバーと接しております。黒いショートタイツが淵、そしてロングタイツがラッシャー木村です。お客さんもよく心得ております。さあ A 軍淵正信、そしてラッシャー木村。さあエーゲンがリングの中を伺っております。トップロープを背にしておりますラッシャー木村。膝を狙います。そうはさせないというラッシャー木村、お互いの駆け引きであります。ちょっと淵がニコニコしています。そしてエーゲンが入りました。逆水平チョップ、お客さんが
そのチョップにこういたしまして手拍子を送ります。これからこのリズムが速くなってまいります。ラッシャーが帰ります。さあエーゲンの口の中にそろそろ溜まり始めているかもしれません。気をつけましょう。さあヘッドバットに詰め寄りました。変形ファミリー軍団エリアでやります。さあそしてジャイアントババが入ってまいりました。昭和49年には日本人として初の NWA 世界ヘビー級チャンピオンとなりました。世界に誇る巨人ジャイアントババでやります。ロープに振りました。薬水兵チョップ軽く吹っ飛んでおります。エーゲンハルカ、さあブッチャーの頭を合わせます。足をフックした。かわずだ、かわず落としです。大技炸裂、ジャイアントババカバーいたします。泉田龍角がエタリアオートリングインカットに入りました。さあそしてブッチャーであります。このシリーズ、このババそしてブッチャーが組むのは2度目ということになります。5月23日の盛岡大会で組んでおりますが、おーっと口がブッチャーのお株を奪う手刀であります。口も嬉しそうです。さあとりあえずこのブッチャーは口に任せるという悪役紹介。このババとブッチャーが共闘するタッグを組むのは90年の9月、ジャイアントがデビュー30周年記念試合でありました。その時ハンセン、アンドレ組を相手にしたタッグマッチがなされました。そしてこのシリーズそれ以来ということになりました。5月23日の盛岡大会でもババ、ブッチャー、鶴田組が実現しております。そして今宵迎えた最終戦、お客さんは期待を寄せております。バックに回ったフチ、この体を持ち上げることができるか。150キロありますよ。指を取られました。さあ指を取られております。これでは差し物口もさあなんとかこの窮地をクリアしようという淵正信ですが、馬場が入ります。さあトップロープに淵正信の手を据えます。行くともいたしません。ジャイアント馬場自分の手には負えないと分かると、エーゲン・ハルカはすぐにこの淵に全てを託します。いい迷惑です。淵正信、致し方なし。淵正信が一人でジャイアント馬場に向かっていきます。いい音が出ました。さあ泉田龍角そしてエーゲン戻ってまいります。3対1ならばなんとかこのジャイアント馬場を相手に勝負を挑めると読んだんでしょう。悪役紹介です。非常にリズミカルな攻防です。さあヘッドパッドで馬場の神戸を垂らそうという悪役紹介ですが、へいちゃらな顔をしておりますジャイアント馬場です。頭には自信のあります泉田龍角。ダイヤモンドのヘッドバッツ、さすがアジアタック選手権チャレンジャーとして大きく評価を高めました。この泉田龍角がジャイアントの方にラリアットを放ちました。大きい背中、ジャイアントはゆっくりと立ち上がろうというところです。蹴り上げます。逆水平チョップからロープに振りました。さあ何を出すか。ジャイアントキッチンシンクです。
10分目です。試合時間10分を経過いたしました。永遠春が入ってまいります。さあ永遠が場外に振られました。さあこれは向こう上辺のお客さんということになるんでしょうか。ブッチャーを手招きいたしました。ブッチャーに発射させるんでしょう。さあ向こう上辺のお客さん唾液攻撃を見舞われます。ベストツバニストの異名を持ちますこの永遠春香。さあ放送席前でしょうか。これは我々放送スタッフもコメンタリースタッフも危ないんでちょっと意思を気をつけたいと思います。さあおっと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 、ちゃんと女性陣も避けました。お客さんたちは知っております。なんとか難を逃れました。しかし最近のお客さんではこうした唾液非常に御利益があるということでこの唾液に一度でもいいから触れてみたいかけられてみたいという女性ファンも増えてまいりました。賛否両論です。さあ泉田龍角、さあ試合が動いてまいりました。びくともしないぞという泉田。ラッシャー木村が放ちます。鼻に打たれてしまってはひとたまりもありません泉田。さあブッチャーが出てまいります。1936年1月11日スーダンにその生を受けましたアブトラダ・ブッチャー。この1月11日という誕生は永遠春香と同じ誕生日であります。ブッチャーが54歳、そして今入ってまいりましたこの永遠が同じ1月11日生まれ49歳です。やるだけやって馬場を見て逃げる永遠春香です。地獄突きです。さあそして至近距離からの毒針エルボーです。これは永遠春香のカットに合います。がむしゃらにキックを放ちました永遠春香。さあそして淵正信です。顔面を蹴っていきます。円錐です。ブッチャーが規制を上げました。苦しいブッチャー。おっとこれでやりました。淵正信レッグホイップお見事。カウントは2です。150キロのブッチャーの巨体が宙を舞いました。スタンディングのスリーパーホールド。馬場がゆっくりとリングインいたします。チョップだかあるいはパンチだかいわゆる打撃技で口を一周いたしました。モンゴリアンチョップ泉田龍角。さあブッチャーが怒ったか。ババブッチャー揃っての DDT です。さあ試合の権利があるのはブッチャーです。泉田が場外にエスケープをいたします。対角線に振りました。16問キックさあ淵が馬場につかまりました。そしてラッシャー木村が永遠を抑えている。馬場が淵をホイップした。さあ合体の連携の地獄突き、そしてへばりついた毒針のエルボードロップです。いい音がいたしました。万事休すでしょう。スリーカウントです。かつて PWF 王座をかけた因縁関係にあったこの馬場ブッチャーの最後は連携で悪役紹介から3カウントを奪いました。勝負タイムが13分と43秒。最後はブッチャーの地獄突きでの変形、ファミリー軍団の勝利であります。永遠俺は長いことプロレスやってるけどまさかブッチャーとタッグ組むとは思わなかった。それはそうと、ぜひ今度は永遠と木原がタッグ組んだとこ見てみたいよ。うちいるか。うちお前はな、お前は誰とタッグ組むとかそんなことを考えなくてもいいから、いいか、嫁さんの心配でもしてきなさい。
顔に胸に謎めいたペインティングを施したボツワナの未開獣ジャイアントキマラ31歳に訪れた大きな大きなチャンス。5月26日札幌の夜、三沢の前によもやの敗戦、王座転落、前三冠ヘビー級チャンピオンスタン・ハンセン、わずか2ヶ月と20日余りの王座君臨でした。まさにガッテムであります。ハンセンのプライドはスタッタに引き裂かれました。あの悪夢の夜以来のシングル戦に新たなるスタートを切る不沈感です。本日のセミファイナル新種マッチ300票日本勝負を行います。長コーナー400本のジャイアントキマラ、大抜擢チャンス到来、ジャイアントキマラです。裏コーナー300本のスタンハンセン、世界一危険な45歳スタンハンセンです。砂漠レフリーはジョー樋口です。95スーパーパワー、おーっとジャイアントキマラいきなり突っかけました。今ここでゴング30分の一本勝負、ジャイアントキマラ大きなチャンス到来に気合十分気力十分であります。いきなりスタンハンセンを場外に叩き落としました。95スーパーパワーシリーズ最終日本武道館大会、大きな大きな注目の試合です。セミファイナル感染対キマラのセミファイナルシングルマッチ30分一本勝負、まずキマラスタートダッシュに出ました。放送席前、キマラの闘志100を十分に感じます。スタンハンセンとの一騎打ちです。それもそのはずです。ベアハッグに捉えます。ハンセンなりふり構いません。あっとこれはパチパチパッチン、げんこつ攻撃であります。そしてエルボー、左右のエルボーを割っていきます。ここでキマラノックダウンであります。キマラひとまず場外にエスケープ。95スーパーパワーシリーズ最終日本武道館、注目のシングルマッチ対決、ハンセン対キマラ。放送席解説はジャイアント馬場さんです。馬場さん、キマラにとっては大きなチャンス、その闘志気迫がいきなり現れましたね。そうですね、このシリーズね、キマラのシングルマッチを非常に希望してるファンが多いんですよね。はい、でまたシングルマッチ非常に今までブッチャーの陰に隠れてましたけども、はい、シングルマッチをやると非常にいい味が出るんですね。このキマラ、この巨体ではありますが、なかなか全身のバネも素晴らしいもの、プロレスセンスというものも持っております。このシリーズ5月23日でも盛岡で小橋とシングルマッチで対決いたしました。11分57秒でムーンサルトプレスの前に敗れましたが、あの試合も大前線でした。そして6月4日にはブッチャーと組んで世界タッグを目指すカンナムエクスプレスと対戦しましたが、その時もキマラがボディープレスでハーナスからホールを奪っています。まあ、前々からこのキマラの高い潜在能力、馬場さんも期待してらしたと思うんですよね。そうですね、はい、でもまあやっぱりこういうチャンスがね、はい、一つ目のチャンスをよく生かしてね、小橋とも前線しましたし、ファン の, その人気も獲得をしましたしね、はい、これから楽しみですよね。そうですね、このジャイアンツキマラ自称ではありますが31歳ということです。現在スタンハンセンの前にさすがに劣勢に立たされておりますが、これからやはりハンセンを追う外国人、まあ、いわゆる超世代として、外国人超世代としてエースパトリオットに続いてキマラがこのシングルマッチハンセンを相手に大健闘大前線ということになりますと、ましてや大金星を挙げるようなことがあれば、馬場さんこの後外国人の勢力図も大きく変わりますからね。そうですね、さあその相手にとって不足はなさすぎます。スタンハンセンの相手に、まあね、武道館でシングルマッチですからね、それもハンセン相手に、はい、今みたいな技がね、その出れば続けて出ればね、はい、可能性なきにしもあらずですよね。そうですね、この人に上に乗られたらね、はい、押すに押せないんですよ、ねまあ、ブヨブヨというかね、はい、そうしてますんでね。何しろ170キロ、スタンハンセンの体重をも30キロ上回ってこのバネがあるんです。
カウント2、ジャンピングネックブリーカードロップからドロップキック、そしてダイビングボディープレスも見せます。ジャイアントキマラ、体当たりもスタンハンセンと五分と五分。おっとハンセン、カウンターのエルボーを当てていきました。おお、そしてドロップキックです。この巨体でよくあれだけ飛べるものです。非凡なプロレスセンスを秘めた実力未知数、底知れるものを感じますジャイアントキマラ。そしてニュートラルコーナーを目指すかジャイアントキマラ。大きく雄たけびを上げました。ニュートラルコーナートップロープです。そしてあーっとダイビングボディープレスはスタンハンセンに見事にかわされました。ここは百戦錬磨のスタンハンセン。そして体当たり、おっとスタンハンセンも体を見せたフライングボディープレス、フライングボディアタックを見せましたスタンハンセンです。今度はナックルボー、おっとサポーターに手をかけた、早くもラリアットの合図か。ハンセンもラリアット一戦、5月の王座転落の欲求不満を爆発させました。カウント3、驚きました。スタンハンセン、このシングルマッチでスタンハンセンが出した大新しい大技、いきなりウエスタンラリアット殿下の宝刀を抜きました。なんと勝負タイムは5分09秒、あっという間の決着。ジャイアント木村の闘志をものの見事に打ち砕きました。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。